取引と金融の街ニューヨークからインベストディバのキアナ・ダニエルが投資アドバイザーとしてあなたのお小遣い作りを助けます。さて今週の FX ダンスフロアで踊る通貨ペアたちの分析をお届けします。ドルは前回のターゲットである 1.345 に到着し、ピップをプレゼントしてくれました。 38% ブムダッチレベルを下抜けし、ペアは一目の雲の下を値動きしています。次のターゲットは 1.33、 さらに 1.31 までの下がりが期待できます。一方 1.3780 を上回った場合は 1.4 と 1.4245 をターゲットにさらなる上昇が見込まれます。今度今度レディベイドルはしばらく持ち合いが続いた後、若干下落傾向ですが、一目の雲の上にとどまっており、どうしたいなのかあまり明らかではないんです。ペアの Facebook 上の交際関係ステータスは多分複雑な関係かもしれません。冗談。次はドル円です。先週のペアは元気でしたが、一目の雲の上抜けできるほどは強くではなかったようです。そして未だお休み気分の抜けない王子ドルは相変わらずスローモーションです。レディベイドルとのペアは下下降ウェッジと一目の駒を上抜けしたものの、7月の初めに 0.95 の 76% フィボナッチレベルに到着してからそれほど動きがありません。このレベルを上抜けすれば 0.9750 までの上昇を期待できますが、もし 0.92 を下回った場合は 0.9085 と0.8900 をターゲットにさらに持ち合いが続くと考えられます。最後に貴金属市場です。金はキーとなる下降トレンドラインと1333のレジスタンスレベルを上抜けし、見通しを強気に変更しました。数日中に1390と1434に到着するでしょう。1285を下回った場合は再び見通しは弱気に転じる見込みです。長期トレーダーの方々、小さな損失を焦らず対局を見ましょう。短期トレーダーの方々は責任を持って投資しましょう。そして私が何を言ってるのかいまいちよくわからない皆さん、今すぐインベスリバの学習コースに参加して世界最大級の市場で取引することを学んでくださいね。